にちは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、皆さんに私から苦情があります。たまにコメントでですね、私彼氏いるのにですよ、コナンちゃんって男性マネージャーの肉団子さんと本当に何もないな。だって二人きりでお家で撮影してるじゃん、みたいなことをですね、書かれるんですよ、 DM でも。前にも動画ではっきりと話してるはずですよ。あんなに説明してもまだこうやって来るってことは信じてない人がいっぱいいると思うんですよ。なので今日はですね、肉団子さんと私が普段いつもしていることの裏側っていうか、どっちかというと肉団子さんって本当に仕事してんのっていうところを皆さんにお見せします。これで文句言わないでよ。そして実はですね、今日私が大好きな案件動画でして、スポンサーさんが絡んでる動画なんですよ。ただ最近悩んでることがあって、カノンちゃんって案件動画になると急に企業に媚び打ったような感じの動画テイストになるから、露骨ないやらしい姿が見えてなんか嫌だみたいなコメントいただいて宣言します。今日は案件動画だけども案件集を出さずにさりげなくやることを誓います。早速今日は肉団子さんと撮影なので、野球企画の撮影をしに行くので、肉団子さんと合流しましょう。この後することはもちろん肉団子さんの一日の裏側に密着するので、この後バッティングパレス肌の店さんで野球企画の撮影をした後、まだまだ他の事務作業とか YouTube の動画編集とかもあるので、肉団子さんの自宅の作業場に行きます。では見ててくださいよ。本当にさりげなくやりますから。やべえ、雨が。お疲れ様です。お疲れ様です。肉団子さんと合流しました。はい。あの今日はあれです。Vlog みたいな。あんな感じで行くんですね。はい。はい、じゃあお願いします。あ、てかあれですよ。ナビ映したらやばいですね。これ居場所バレちゃう。あ、バレちゃいますよ。おかしいおかしい。じゃあ今日よろしくお願いします。お願いします。あ、ここって町田じゃないですか。あ、町田です。皆さん念願の県境越えをするとこですよ。東京に入ったと思ったら神奈川県。あれ神奈川に入ったと思ったらまた東京。あれ。みたいな、あのあそこですよね。小ネタでした。すごい山が見えてきましたよ。あれ何山だ、富士山かな。いや、あれは富士山なんですけど、はい、はい、あれもちょっとペースが下がってるんで、はい、コンビニのところでちょっと作成してもいいですか。ああ、大丈夫ですよ。あの LINE タイムラインを毎日更新してるんで、ちょっとその書き出し作業をするそうなので、コンビニ一旦寄ります。あれ、肉団子さん、なんかここで編集すると雑音とかでやりにくくないですか。はい、どうしようですか。案件ですか。いや、違います突然。実はあの最近おすすめのワイヤレスイヤホンを見つけたんですよ。OK ですよね。違う案件じゃない、案件じゃない。こちらの NYZ アポロ1、ほら、これが私のおすすめのワイヤレスイヤホンです。どうしたんですか、そんな丁寧に出して。案件ですか、やっぱり。違うやっぱ私はあれなんですかね、演技下手なんですかね。うーん、そんなことないですよ、そんなことないですけど。案件ですね。違う、案件だ、案件。こちらの NYZ アポロ1のワイヤレスイヤホンは、某メーカーたちのワイヤレスイヤホンの約3分の1のお手頃価格で、しかもノイズキャンセリングの機能が使えちゃうんです。続けるんですね。ノイズキャンセリングとは何ですか。ノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を現代の最先端技術を使い、外部音を限りなくシャットダウンします。そして心地よいあなただけの空間にご招待します。とりあえず今 LINE 動画の提出をもらったので、今肉団子さんとおやつタイムですね。はい、商品名は映ってないですけど、今日は何といってもあの企業案件ですかね。いつもお世話になってるので。何をしてましたよ。おごりです、私の。すいません。ちょっと食べて、あのこの後の撮影に備えましょう。頑張りましょう。では今から140キロチャレンジしていきます。140キロいきます。はい、 OK です。じゃあいきますよ。あー、早い。ホームランそろそろ決まった。いい音ですね。いいですよ。いや
なんですかその諦めきれませんみたいな。なんですか。でも終わりですもんね。そうですね。ありがとうございました。無理だよ。でどうですか BGM の音質とか。いやめちゃくちゃいいですよこれ音質。あ本当ですか。はい。すごくいいです。こちらのワイヤレスイヤホンはアプト X をサポートし、高品位なワイヤレスサウンドを提供しています。約8500円というお手頃価格なのに本当に最高です。どうですか。完成ですか。はい。OK です。完成です。はい。ありがとうございます。お疲れ様です。はい。お疲れ様です。これってあれですか。あの今日のタイムラインは。あ、もう終わりです。これでラインは全部完了しました。ありがとうございます。Yes。コンパクトサイズで持ち運びやすく、装着感もいいので、長時間つけても耳が痛くなりにくいです。ということで、今からですね、まだ編集とか他の事務作業残ってるので、肉団子さんのお家に移動します。本邦初公開。肉団子さんのお家についてるので、普段肉団子さんがどんな感じで動画を作っているのか、お邪魔します。はい。ちょうど私が映ってる動画が、そうですね。作られてますね。おお、なんかかっこいい椅子使ってんじゃないですか、ゲーム実況者さんみたいな。これあれですか、あのダブルディスプレイであれですか。そうですそうですそうです。スカイフリーもあるんで。でこっちは何ですか。これはあの Windows で、はい、あのゲーム実況とか。ああなるほどなるほど。やるときに使う。この後ろがあれですか、肉団子さんの愛妻弁当作られてる場所ですか、ね。全然作られておりませんが。奥さんはあれですね、寝室にも逃げてる。今逃げてます。てか私の家より全然充実してますね。あんま、そりゃそうか。毎日だって作って。毎日やってますからね。僕は必ず毎日触ってるんですよ。でも、あれですからね、皆さん。あの、青木かのんは動画一切作ってないっていうわけではなくて、青木かのんが例えばカットをしたら、肉団子さん字幕つけたり、私が、字幕つけたら、肉団子さんカットしたりっていう、もう半分で、交代制でやってるって感じなんで、私もしょっちゅうここに来てやったりとかしてるんですよ。だから、青木かのんは、手抜きして、やってるのって思わないでくださいからね。ちなみに、どんな感じで普段編集されてるんですか。もういつもこんな感じですよ。あ、こんな感じなんですね。ずっとこうやってやってます。これでひたすら何時間も。何時間も。だいたいどんぐらいなんですか。1本作るのに、だいたい今10時間切る。ちなみに、ここが大変だったみたいなのありますか。どういう時が大変ですか、編集。素材が長いと。すいません。私が何度も噛んでしまうから。音が聞き取りづらいとか。すいません。そうだったやつですね。すいません。これって、だいたい充電どれぐらい持つんですか？めちゃくちゃ持つんですよ。企業案件だからって明らかに適当なこと言ってますよ。そして、こちらのワイヤレスイヤホンのバッテリーですが、最大約8時間のイヤホン単体の連続再生、充電ケース込みで最大約4時間の再生ができます。ということで今回はこちらのじゃん NYZ アポロ1、こちらをご紹介したんですけども、私は個人的にこのお手頃な価格帯でこれだけのパフォーマンスができるっていうのがまずすごいなと思いました。今っていろんなワイヤレスイヤホンの選択肢があると思うんですけども、結構そのいきなりワイヤレスに行くっていうのはなかなか障壁があると思ってて、そのまず第一歩にこれはかなりいいんじゃないのかなと思いました。そしてなんとお得な情報があります。こちらの限定割引コードを入力すると4000円の割引が受けれます。そして障害保証が限定でつくとのことです。ぜひ画面の下をチェックしてみてください。カラーバリエーションも皆様のコメント次第で新色が出る可能性もあるみたいな、欲しい色もぜひコメントで教えてください。今回の動画が少しでも楽しいって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。各 SNS も画面の下にありますのでぜひそちらもフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。